ラザニアラザニアラザニアあるいはラザニエは、イタリアのカンパニア州ナポリの名物である、平たい板状のパスタの一種、またはそれを用いたパスタ料理。イタリア語の発音では、ラザーニャやラザーニエに近い。料理の場合は、イタリア語で、オーブンで焼き上げた、ラザニアを意味するラザーニャあるォルノと呼ぶこともある。深さのある、耐熱容器に、ベシャメルソース、ミートソース、ラザニア、 チーズを何層か重ね、最上段のベシャメルソースに焼き色がつくようにバターを乗せて、オーブンで焼いたもの。イタリアから広まった料理であるが、現在ではイギリスやアメリカなどでも広く食べられている。アメリカではトタン屋根のように波打っているものが広く使われている。イギリスでは複数型で料理とパスタを刺す一方、アメリカでは単数型でそれらを刺す。ラザニアはギリシャ語で壺を意味する。 ラサノンが大元の語源となっており、直接の語源は古代ローマ人が使っていた料理用の浅い鍋を意味する言葉、ラサヌムである。ラサヌムで作るパスタ料理から転じてラザニアとなり、現在では鍋を指すことはない。数種類のチーズを使うレシピが一般的であり、リコッタチーズ、モッツァレラチーズ、それにパルメザンチーズの3種類を混ぜて使う。 ラザーニャ・アンラ・ボロネーゼはパルミジャーノ・レッチャーノの,のみで作られる。他に、ほうれん草と卵を使ったラザーニャ・ベルデが知られている。13世紀のレシピが現存している。これはパスタを使ったオーブン料理であり、現在ほど宣伝されたものではなく、当時ヨーロッパでは知られていないトマトを使っていないなど、いくつかの差があるが、多くの点で現在と同じような料理である。イタリアでは、 代表的なお袋の味でもある。アメリカの新聞連載漫画の主人公の猫、ガーフィールドの大好物である。イギリスの大手スーパーマーケット、セーンズベリーの総菜の一つに、ラザニアがあり、毎分26個が売れていると推定されている。類似のパスタとして、ラザニアの幅を狭くしたようなラザニエッテや、円筒状の中に具を詰めるカネロニなどがある。ありがとうございます。